こんにちは、助産院バブバブ助産師のひざこです。はい、公開ウェブ相談です。今日の相談はあゆさん。はい、赤ちゃん今5ヶ月半過ぎたところのようです。可愛いですね、5ヶ月の赤ちゃんでね、一番プクプクでね。はい、であゆさんの相談は、赤ちゃんを旦那さんの方の義理のお母さんとお姉さんがいらっしゃるね。お姉さんが赤ちゃん抱くとやめてって、返してっていう気持ちがうわーって湧き上がってきて、どうすることもできず、もうもやもやしているというね、そういう相談、これ結構ありますよね。あとはまあ実家であるとか、その旦那さんの会社の人であるとか、こうあゆさん自身がこう心を開ききっていない相手が赤ちゃんを抱っこすると返せって思ってしまう。はい、これよくあるあるなんですけどね。はい、そういう相談に、乗りたいと思います。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。では早速ですが、あゆさん呼んでみたいと思います。おはようございます。こんにちは。おはようございます。あ、よろしくお願いします。お願いします。今私大雑把にバーッと説明させてもらったんですけど、まあその義理の家族に対してってところですごく悩んでて、ちょっとちっちゃめで生まれたので。そうなの、見えんの画面見せたけ、みんなに顔が大きい。ちっちゃく生まれたんですか？2500なくて2490だったんですよね。よく育ったね。よかったね。なんていうの、もう怖くって抱っこするのも、で私もすごい慎重に慎重に大事に大事に扱って、でまだ新生時期だった頃に2回か3回ぐらいこうお家に来てくれたことがあったんですけど、その時にこうやっぱりこう抱っこするじゃないですか。その初めてこう抱っこして、なんていうんだ、自分の手からこう取り上げて抱っこされてるのを見た時にも、はい、ちょっとやだかもと思って、その義理の家族が嫌いとか、なんかこううまくいってないとかっていうのよりも、ただもうなんだ、漠然ともう返してほしいっていうか、嫌だなっていう気持ちで溢れてきて、それがその後もその会うたびに、まあ、そういう気持ちにどうしてもなってしまって、だからこう次会うことを想像するとちょっと嫌だなっていうか、会いたくないっていうか、こう会うのが億劫だなっていう、またこういう気持ちになるのが嫌だなって、すごいそればっかり考えちゃって、次に会うのも嫌だなっていう風に考えるようになってきちゃって、で最近そのこれ応募させていただいた後、お正月に会いに行ったんですけど、行く機会があって、もうその時はもう人見知りが始まって、でその私の家族にもそうなんですけど、月1回会ってたとしても、もう5ヶ月なる前、4ヶ月半過ぎたぐらいからいきなり人見知りが始まってだったんで、その時は私じゃないと泣き止まない、私とか旦那の抱っこじゃないと泣き止まないっていう状態だったんで、こうあんまりこう嫌っていうか、そういう気持ちにはならなかったんですけど、なんかこの気持ちって何なんだろうというか、聞きたいのがそれと、もちろん赤の他人だし旦那ともそうなんですけど、気の使い方っていう部分で、私は良かれと思ってこういう気の使い方をしたとしても、多分向こうからしたらえって思うこともあるだろうし、同じように向こうのご家族が私に気を使っていろいろしてくれたりとか、まあ息子のことを思ってそういう風にしてくれたことも、私からしたら、うん、ちょっとみたいなっていう部分があって、それをこうどういう風に、なんだろう、すり合わせていったらいいのか。多分口で言うのはすごく簡単なんだと思う、言えばいいんだと思うんですけど、なんかその言ったことがあって、これをなんて言うんだろう、ここが前気になったからこうしてほしいんですっていうことを、こうしてほしいっていうか、まあ言った時にちょっとこう思ってるのと違う答えが返ってきてことがあって、具体的には
そのお正月帰る時にちょうど本当1年前同じ日に1月2日にそのお邪魔したんですけど、その時私ちょうど妊娠中で妊娠初期で、でなんとなく、まあ、気持ち悪いっていうかつわりもあったんですけど、ご飯も作ってくれたしってことで、せっかくだからってことでお邪魔して楽しい時間過ごせたんですけど、その行った時に旦那のそのお母さんとお姉さんがいるんですけど、お姉さん夫婦とあとおいめいっ子おいっ子おいっ子がいるんですよね。でみんなで暮らしていて、旦那のお姉さんとおいっ子ちゃんたちが1兆円系のなんか、うん、で私はその時ノロウイルスって聞いたの覚えてるんですけど、ノロだったんだよねっていうのを言ってから聞いて、これ大丈夫なのかなって思ったら、案の定次の日、うん、私そう次の日誕生日で、次の日自分の実家に帰ってたんですけど、うん、その時にノロウイルス発症して、うん、食べたものも全部もうずっと吐いてる状態で、うん、まあ、救急で病院夜間で病院行ったり とか、なんかそういうすごいちょっと嫌な思いをしたので言ってほしかったなっていうのがあって、どうしても多分妊娠中免疫下がってるから余計かかりやすかったっていうのもあると思うんですけど、その言ってほしかったなっていうのがあったんで、その今回お正月帰る時に、今回息子もいるし今このご時世だからやっぱりいろいろ心配だから、もし体調悪かったりしたらお互い事前に連絡しましょうみたいな感じで私が連絡したんですよね。そしたらなんか、まあ去年のことも含めその時連絡したんですけど、そしたらそのなんかそうだったんだみたいな感じで、でなんかうちは人数も多いし全員完璧に体調が完璧に揃うってことはなんかなかなか難しいから任せるよみたいな感じで帰ってきて、なんか私が言いたいのそうじゃなくて、何かあった時にお互いが気持ちよくなくなっちゃうじゃないですか、うん、気持ちよく会うためになんかお互いそこは気を使いましょうってことで、気を使ってほしいから、私はそういうとこ気になるからそこちょっと気をつけてほしくて連絡したのに、なんかそうじゃなくて、なんかこっちはもうこっちだからなんだろう私たちはこういつも通りだしこうだから、なんか別に会いに来るのも会いに来ないのももう任せるよみたいな、別にどっちだっていいし、なんかもともとそのお正月会うことも旦那のお母さんで連絡取り合ってたことで、お姉さんの方に私で連絡先知ってるんで連絡したんですけど、なんかその私はノータッチだから2人で私と旦那と2人で話し合って決めてみたいな感じで言われて、なんかちょっと違うなっていう、結構、はい、それがなんかこう私は勇気を持って言ったことだったので、すごい、でも自分のためっていうよりは息子もいるからってことで連絡したら、なんかちょっと違うというか、そういう部分でこううまく関係を作っていくのがちょっと悩んじゃっていて、うん、っていう状態ですいません、すごいぐちゃぐちゃ。そう、具体的な話してもらうとみんなあ分かるってやっぱなるんでねあゆさんの今日の相談って本当にあるあるで、うんうん、多くの方々が同じようなことでやっぱ悩んでおられるしね、昨日のウェブ相談の人がまさしくその状態やって、その旦那の実家と赤ちゃんが生まれるまでは仲良かったんだって、すっごく、うんうんうん、お父さんお母さんで実家 で仲良くしてて大好きだったんだって、うん、なんだけど子供が生まれてきた途端抱かれると急に嫌だってなって、でもこの人たちに会わせたくない、抱かせたくない、孫を見てたくないってなっちゃって、で思い悩んでしまって、そういうことを思ってしまう自分は人間としてどうなんだみたいなのでね、でもそこはその気持ちを彼女は旦那さんに言っちゃったんですよ、そんな気持ちに見てくないお正月あったしということを言っちゃったのね。そしたら旦那さんもちょっと未熟やったよね、そこで、まあ、妻の味方に立ってくれればよかったんけど、やっぱ次は自分の大事な、まあ、両親のことをそれ悪く言われてるではないで、ネガティブな方向から嫁に言われたらやっぱりちょっとカチンときますよね、うん、一生懸命やってくれててこんだけ用してくれてるのお前ないやねんってなって、そうやって言われたらまたこっちも産後やし、うん、あんたは大体お母さんと私とどっちが大事だ、どっちだ女みたいな話になって、
別居になっちゃって、もうだから売り言葉そんなになると、うん、もうお互いが引かなくなっちゃって、まあ、冷却期間を持とうかっていうことで今別居になっちゃっててっていうそういうウェブ相談だったんですよ。あゆさんまだあの旦那さんにその気持ちは伝えてないんでしょ？そう言えてなくて、うん、であの事前にマークさんからお電話いただいた時に一応承諾を得ましょうってことで少しでも、ね、はい、そうこれからのことを改善したいからこうやってウェブ相談するわけだからその気持ちを正直に伝えてみてくださいってことで嫌っていうそういう気持ちの面とかそういう言葉は使わなかったんですけど私がこうでも義理の家族に対してすごく気を使っててすごくこうそれがストレスになってるっていうのは多分分かってって気づいてるんですよね。なんでそのことをなんか相談しようと思って相談しようと思うんだけどいいみたいな感じで大まかに本当に聞いたら、うん、あいいんじゃないみたいな感じで言ってもらったんで、そう細かくは言えてないんですけど、本当誰にも言ってなくて自分の家族にも言ってなくて、うん、はい OK、まずですねこのあるあるの症状というかこの現象はね、うん、本当に多くの人が体験するのね、うん、でどういう現象が起きてるかっていうと今愛さんにとって赤ちゃんはもう一番絶対に自分が守っていきたいもう絶対的な大切な存在なわけですよ、うん、この存在2人のこの赤ちゃんと自分っていうこの絶対的なところにこう入ってくるものっていうのは、まあ、生物学的に言うとそれは全て敵になるわけで、うん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 、2人の関係にちゃちゃ入れてきて自分がその言われたことに影響されてえ私おかしいんかなとかそういう考え方もあるんやえちょっと待って私のやってることやっぱり変かなとかいちいち自分のポリシー持って一生懸命やってることにグラグラさせるようなことを言ってくる人たちっていうのはシャットアウトしないと自分が保てないのね母親っていう、うん、自信なくなるやん影響されるないしなんか特に、うん、不安になるだからこそ不安になったら子育てに影響するから、まあゆさんの状態って、まあ、旦那さんの実家だけやねんけどこれがひどい人は旦那に向くのこれが産後クライシスあでもちょっとだけありました本当にでもそれこそ妊娠中もだったんですけどなんか家に入ってきてほしくなくて、うん、なんだろうないねんけどねそうそうそうなんかなんだろう、うん、言い方すごい悪いんですけど汚いものを触るような思い確かにありましたでも本当全然ほんの一瞬今思えば一瞬だったなって感じなんですけど、うんうん、まあ分かんないけどあゆさんの旦那さんあゆさんと旦那さんの関係っていうのはすごくいいんだと思います旦那さんはあゆさんの話を、うん、まああの男性だからねあゆさんのこう納得するレベルではないかもしれないけど、うん、姫妻の気持ちにこう寄り添うっていうそういう態度の見られるいい旦那さんなんやと思うんですね、うん、まあその程度で終わったけどこれがね例えば妊娠中にね妊娠中っていうのはこれからお腹の中で赤ちゃんをしっかり育てて産んでで育てていかないといけないっていう、うんうん、そういう段階にいる女性たちっていうのは、まあ、妊娠中から産後ってそれこそ性欲がボンってなくなったりするわけですよ。セックスえその時間があるんやったらごめん寝たいねんけどみたいなあれみたいなまあ、やりたいかってやったらそういうことではないけど別に全然コモンやったけど、うん、ちょっとごめん寝たふりして私なんかもうあの声かけられへんようにちょっと寝たふりかなとか気持ちになっちゃってあと濡れへんし、うんうんうんこうやって結局その母親になっていこうという女性は赤ちゃんを育てていかないといけないその状況になっている時に次の妊娠をさせてくるような愛というのはやばいでしょ。あ、そうですよね。まあ、妊娠しないけど次の妊娠しないんだけど、うんうん、でもその生物が持っている本能から言うと今から子供育てていかなあかんそこに集中しなあかんっていうところに向いてるのに次の妊娠にまつわるようなことをそういう行為を誘ってくる相手っていうのはっていう風にしないと女性がその男性の方に気持ちが向いて次の妊娠 OK ですっていう方向に行ったら生まれてくる赤ちゃんは育っていかないわけよ。お母さんの気持ちに向かなければ旦那のことも嫌になっちゃったりっていうことがあるのね。あのあゆさんの友達とかあゆさんがすごく心を許してる相手が赤ちゃんを抱っこしてもあんまり腹が立たないでしょう。あ、はい、そうです、ね、これってなんでかっていうと、あの彼女たち彼たちは言っても赤ちゃん可愛いねって抱っこしてくれるけど、あのちゃんと空気を察してちゃんと私の元にすぐに赤ちゃんを返してくれる。うん、わかりますで、はい、旦那の会社の人っていうのは、まあ、それを返してて言えないっていう関係があるっていうのもあるけど、特にやっぱり実家、うん、
旦那の実家っていうのは、言っても親戚家族だから、家族血のつながりのある家族であるっていう段階で、赤ちゃんをいや可愛いねってされたまま、家族だからこそ、近い存在だからこそ、このまま持っていかれてしまうんじゃないかって。そうなんです。その正月帰った、すみません、お正月帰った時に私と旦那がついて、ちょっとじゃあお昼食べてなかったからお昼食べなって言われて、じゃあその間見ててあげるよって言われて抱っこしててくださったんですけど、そういう、あの女まあ人見知りしてるから、まあ泣くわけですよね。で私ももう食べてるけど食べてないみたいな、なんていうの、気が気じゃない状態で、じゃあそう見てたんですけど、なんかちょっと時間的に眠いのかなっていう時間だったので、もしかしたら眠いのかもしれないみたいな感じで私がボソって言ったのを聞いてて、うん、その抱っこしてたお姉さんの方、お姉さんが年齢しようって言って2階に行っちゃったんですよね。抱っこして私もう心臓バクバクして、え待って、なんで連れてくのみたいになっちゃって、隣にいた旦那にね、なんで、あのなんでとは言えなかったんですけど、あのいい、私抱っこするからみたいな、すごい言ってアピールしたんですけど、なんか変みたいな、あのもう 何がおかしいのみたいな感じの顔だったんで、なんかその後一応ちゃんと帰ってきた後も伝えたんですけど、ちょっと一言せめて言ってほしかった、そのなんか2階に行くなり、その私が入れない領域に目が離れるところに連れて行くならどうする、2階で寝かせてこようかとか、なんか一言言ってほしいんだけどなっていうのがあって、ねですね、そういうことありました。だからあの母親っていうのは多くの、まあ、全員じゃないかもしれないけど、まあ、本当に生物の本能として考えると、やっぱその大切な我が子を持ってかれるっていうことに対しての恐怖というか警戒がわけです、ね、うん、これがまあ母親なんですよ。なので、まあ、あゆさんが今陥っているその状況っていうのは、まあ、生き物としてはすごくナチュラルですよね。自然なことになるのが当たり前、うん、そこは別にあの私おかしいんかなとか、私人としてどうなのとか、ね、ひどい人間だなとかっていうことを、こうなって当たり前。さあ次に、じゃあその旦那さんの実家との関係なんですけどね、価値観って本当にいろいろあるよね。あの旦那さんが育ってきたそのお家の中の環境、あゆさんが育ってきた家族の環境、お友達みんなそれぞれお家の環境っていうのは違ってて、生活のリズムも違ってて、考え方があって、だけどその中でみんなしっかり大人になっていく、うん、でそのいろんな価値観があるからこそ、その違う価値観に惹かれて男女はきっと結婚して子供を産む、だから全部自分と全く同じだよね、あそうだよ、分かるみたいなこと、みんな同じこと考えてたらこの世の中全然面白くないよね。そういう気持ちになる、抱っこしてほしくないという気持ちになるという自分はそのまま受け止める、 OK です。それはね、人はいろんな価値観があって、でそうやってあの食べご飯食べてって、その間見といてあげるよとか、うわかわいいとかね、そういうここにあるものっていうのは何かって言ったら、もう無限大の愛があるからそうなわけよね。あのあゆさんへの気遣いがちょっと足りないねっていうところはあるんだけど、その気持ちにあるものっていうのは愛以外の何もないよね。気持ちとその頭で理解するところっていうのはくっついておかないんだけど、少しこう頭の中で冷静にこうやって自分もやもやしてるけど、でもそうやってやってくれてるっていうのは、あの子のことを可愛いって思って、私の欲のね、も助けてあげたいという気持ちを入れてることなんやな。まあ、でもこんなあの事件が勃発するわけですよ。ご飯やでっていう時間にあのおせんべい食べるかとか言って、でなら子供はそれは食べたいから食べるって言うじゃないですか。あので夕方の6時に山盛りおやつを出せられて、ご飯食べるわけないやん、そういうことがあったり、この時間はやらないでほしいって思ってるけど言えなくて、でもやもやってイライラしちゃって、そのイライラが子供や旦那に向いてしまうみたいなこともよくあるのね。なんでその時に言ってくれへんかったんってなったら、実家ってやっぱり悲しい、寂しいわね。あ、この間全然心開いてなくて、上目だけで笑顔作っとったんや、私ら一生懸命やってたことって何やってんやろってめっちゃ寂しい気持ちになるよね。相手からどういう答えが返ってきてもそれは構わない。あゆさんが求めてる答えが向こうから返ってこなくて、それを求めることがまず違う、えっていう答えが返ってくるかもしれないよね。
あゆさん自身はその実家とお姉さんともお母さんともこれからも家族だから仲良くやっていって気持ちがあるわけでしょ。自分の思いっていうのはちゃんと伝える、私はこうしてほしいで2回連れて行ってもらえるって、そのね、あのご飯食べさせてあげようって思ってくれた気持ちはめっちゃ嬉しいですと、連れて行かれて見えないところに急に持っていかれるとすごいごめんなさい、あのはまだ人間としてなってないからめっちゃ不安になるんですって、してあげようかなって思ってくれることはすごく嬉しいから、何かしようかなって思った時必ず私に何々してもいいって、これ食べさせてもいいとか、あの2回連れて行ってもいいとかっていうのを必ず私に聞いてからやってほしいっていうこと、そんなんやってあげるからいいやん、そんなん気にしすぎやってみたいな答えが返ってきても、はい、それは彼女たちの価値観であって、それは、うん、受け入れないといけない。何思ってる、その私の言ってることに理解を示してくれてその通りに動いてくれへんのっていうのは単純あゆさんの価値観の押し付けやね。いろんな価値観のいろんな人がいるんだよって、そのいろんな考え方とか価値観をちょっと受け止めれる人間になってほしくない？母親としてもめっちゃかっこいいよね。確かにそんな風に考えたらいいんかなって思うのね。やっぱり神経質になると思うし、実際のふわたえんやったなと思うんやけど、あのお姉さんの価値観は価値観として私は別に間違ってるとは思わない。あゆさん、あの私がもしあゆさんやったら、あのそこで、まあ、それをちゃんと伝えました、であなたの判断でどっちでもいいよって言われたんやったら、それをそのまま受け取って、うん、次のお正月はお姉さんのとこにあらかじめ連絡をして、子供たちどうですかって、みんな元気って、ごめんちょっと引っ張らせるわって、そうなんや、じゃあごめん私うちの子まで持ったし、私神経質であのあかんからすいません、今年はちょっと自粛しますって言って、うんうん、旦那に行かせますねってさらっと言ったらいいやろし、あそっか、この嫁なんなん、ほんまに来えへんかったで、断りおったでってなったらなったで、それはその彼女たちの価値観なわけだから、向こうがそうやって思ったからつって、それをこっちもそのまま受け取って、それで喧嘩を売りに行く必要ない、それに対して自分は好きに動いたっていうだけな、はい、だから全てにおいて根本に愛情があると、うん、まあ、あの必ずこうもやっとした時はなんでそれをしはってんやろうっていうところを思い返してもらって、うん、愛情があって言ってっていう気持ちがあってやってくれたんやんなって、その気持ちに対してはありがとう、でその気持ちをちゃんとありがとうというその気持ちを LINE でもいいし言葉でもいいし何かのにちょこ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 ちゃんと示しておけばいいと思う、うんうん、っていうことね。確かにそうですよね。なんかその価値観合わせるっていうよりもその受け入れて、じゃあこうしようっていうのを考えれば、そう、うんうんうん、いいのよ、同じになるわけがないの、うん、そういう時ってちいって言った方がいいですか、旦那の方にも。そのなんて言うんだろう、旦那からしたら3ヶ月ぐらいの時預かろうかみたいな話が出た時があったんですけど、まだ息子が3ヶ月ぐらいの時に、私ちょっと嫌だったんでそれも断ったんですよね。ちょっと不安だからまだ3ヶ月だしってことで言った時も、なんかそのなんで死んなんでよ私そのお姉さんは3人子育てしてるからプロだし、何が不安なのみたいな、それで信頼してないみたいな感じが嫌なんだけどみたいな、うん、ふうにその言われちゃって、でまあ、どっちかっていうとその自分の家族の方に旦那さんって行くかなってそこを思って、私もまあそれはそう思われても仕方ないよねっていうのはなんか分かりつつ、でも私の気持ちも少し分かってほしいなっていうふうに思っちゃう、分からんと思うわ旦那は、そこはあ難しいね、分からないって思ってた方がいい、うん、分からないと思ってた方がいいと思う、うんうん、そこで揉めてるもんねやっぱりねそう揉めたくないんですけど、なんか保育園とかどうすんのとか言われて、あ保育園預けるんですけどこれから保育園行く時とかそんなんじゃ預けられなくないみたいとか言われたり、悩むのも保育園もだからもうね、今まあ1月ですけど多分3月ぐらいになったらまたそこの相談が増えるんですよ、あ仕事も復帰しないといけないよ、保育園は悪いところではない、先生は誠心誠意やってくれるプロフェッショナルである、うんうんうん、分かってんの頭では、うんうんうん、分かってんのになんか預けるのが不安、うんうん、っていうところでみんなめっちゃ悩むんです。これはもうだから理屈じゃなくてこれ母親の本能なのよね、なんかそういう本能らしいからみたいな、そういう風に思っちゃってても責めないでほしいって、そう、うんでそこで分からんわって言われても、まあ、それはだから分からなくて当たり前どうこうしてるうちに赤ちゃんはどんどん成長していくし、出るようにもなるし走るようにもなるし、うんうん、状況も変わってくるし、
でそので今はね、あの子供のことをもう胸こう自分の中にぐっとこうしておきたいっていうあゆさんの気持ちはよくわかるけど、今後あゆさん自身も母親として少しずつ子供を手放すっていうことにも慣れていかないといけないのね。あゆさんの価値観、あゆさんの考え方、あゆさんの腕の中だけで所有物みたいにしちゃったら、あゆさんたった一人の価値観しか彼の頭の中には入っていかないでしょ。えっていうようなものも含め、いろんな価値観っていうのをどんどん入れていくことで、子供っていうのは自分の人格っていうのを形成していく。少しずつ少しずつ冒険をさせる。もう心配を成長していってもね、すごい心配なことっていっぱいあるけど、でもやらせるかもしれないけど、行ってこいって背中を押す。こういうのが母親にはすごく必要な力になってくる。今後ね、学んでいく今第一段階として、実家のお母さんにちょっと預けてみる。いいんやけども頑張れあゆみたいな自分と戦う、そうそうそうっていうのも練習ちょっとずつねしていきたいと思うし、なるほど、わかりました。でまあ、旦那さんとお母さんの関係についてはね、これね、男性っていうのはいつまでたってもやっぱお母さんのことは大事です。お母さんは年も取ってくるし、自分も男やし、なんていう上に立ってた人はいよいよ下になってきて、僕が守ってあげなあかんっていう立場になっていくのね。どこまでたっても息子にとってお母さんはお母さんでめっちゃ大事です。それはお母さんをこう比較して、どっちが大事やねんって、その比べれるもんじゃないねん、これは。あゆさん、自分のお母さんとさ、息子とどっちが大事なんて言われたら、ちょっとそういうのやめてってならへん。ちょっと答えられへんからって。何も言えない。そうそうそう、同じなんですよ、旦那さん。で、お母さんにとっても、そうやって子供っていうのは手放していかないといけないし、距離を置いて見守るっていうところに徹していくっていうのが母親の力なんだけど、ね、息子がね、30歳になってもね、40歳になっても、やっぱり母親にとって息子であることは変わりないのよ。幸せになってほしいしね、気になってしょうがないのよ。嫁から見て、嫁はそういうふうに思っちゃうけど、私はもう成人してる息子がいるからね、お母さんの気持ちも分かるの。子離れできてないとか、親離れできてないっていう、そういうことじゃなくて、これが親子なんやなって、そのことをずっとこうやってしておきたい、自分が見ときたい、手放したくないっていう気持ちと同じように、成人した、ね、息子を持ってるお母さんも、子よりはもうちょっと大人になってはるはずやけども、でも根本的にはその本能的な母親のそういう本能的な、やっぱり彼女の中にもあるわけね。優しい気持ちで向こうの子のお母さんのこととかも見てあげれたら、あゆさんむっちゃかっこいいなと思います、はい、ありがとうございます。上手に付き合っていきましょう。だから思ってることがあったら、それはね、お母さんと痛い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 、引っ張るの引っ張るお母さんともお姉さんとも、私は2人すごく大切に思っていて、これからも仲良くやっていきたいと思うからこそ、私の今思っていることをためずにちゃんと小出しで出していきたいと思います。そういう風に話を持っていけば、きっとその誠実なあゆさんの気持ちっていうのは通じるし、そうですよね、今から伝えていくっていうことが大事なんです。言いにくいけど、そう、言いにくいところですよね。かわいい。かわいい。音がついてきて、だんだんね、ぶっちゃい子になってきてますね。ね、でも5ヶ月時と比べてやっぱ全然違うもんね、このぐにゃぐにゃとかね。でもほんと遅くって、首座るの寝返りもまだしてなくって、遅く遅いよ、8ヶ月5ヶ月でようやくする子もいっぱいいますよ。待てばいいんですね。そうそうそう、待つっていうのが一番 の母親の使命です。もうそうですよね、絶対するようになるから大丈夫。はい、ありがとうございます。ということで、今日はあゆさんからの相談でしたね。これって子育てあるあるですよね、多分この YouTube 見てくださって、そうそう、私のことって思った人はきっといっぱいいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。自分 の起きていることが科学的に、医学的にどういうことでそうなってるのか、そしてそれをこう嫌なことを仕向けてくる相手の気持ちにも立ってみるっていうね、両方のことができたらいいんかなというふうに思います。家族っていうのは根本的には愛が溢れています。こうちょっと外してしまうっていうことがあるね、近いからこそ難しいですけど、自分の思いっていうのはしっかり誠意を持って隠さずに伝えるっていうことが相手にとっています。はい、12人目産んじゃいました。助産師さこの子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。
はい、ありがとうございました。あ、もうありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございます。すっきりしましたか？あ、すっきりしました。すいません、よかったです。よかったです。なんか こんなことでいいのかなっていうのはあったんですけど、家ってやっぱりすっきりしたし、ちさ子さんにすごい救われて、私本当産後に本当にそう本当に感謝してて、何かできることないかな私にっていう本当にそういう思いからそう応募させてもらって、いや本当にいつも助けてもらってます。ありがとうございます。とんでもないです。春からね、あの春から保育園、あ、そうです、4月からもうね、はい、言ってるうちだけどね、あのそこに適応するのもね、母親はちょっと時間かかるけど頑張ってね、頑張ります。こんな先生おんで。そうですよね、それこそ、うん、です頑張って適応してくれ、ね、頑張ります。はい、手短かわいい、適応やね、はい、はい、じゃあということで、はい、はい、ありがとうございます。いつか会いに行きます。はい、待ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。